皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は、覇者の急進を使います。いつもの4人。いえ、今回は5枚型を使います。以前使ったものから近況講師を外して、代わりに序章を入れました。お相手は、邪気の暴走、ですね。バージョンアップで情報修正されたカードだな。天は我に味方せり。取り立てて弱いカードではなかったんだが、勝率が出ていなかったか、新カードということで贔屓してもらえたのかも。急進も贔屓してくんねえかな。対戦、よろしくお願いします。巨書の目の前にカマンザ、幸先悪いな。これ中央の前出しが止まらないんじゃないか。苦しいですね。ひとまず槍を出す必要はないので、ちょっと乱戦上昇で突撃を狙ってみます。無理するなよ。武力銃の迎撃はそのまま致命傷だぞ。もちろんこの辺りで止まって巨書と交代、射撃と合わせてさらに削り、竜夫人が乱戦しちゃってますね。あと巨書の新聞も怪しいぞ。職に帰ろうとしてるんじゃないか。相手は主に南蛮なんですが、あ、しかも上昇が起きちゃいますね。これ乱戦しすぎたな。良きところで巨巨と交代すべきだったか。落ちてしまったものは仕方ない。切り替えて残った部隊で主導します。お相手の向上力は痒いとゴツゴツゴツに集約されているので、この2枚を入念に止めていきましょう。特に痒いの縄文だな。特攻持ちだから一発で試合を決めてくるぞ。防画長の一発は仕方ない。復活持ちなので角に相手せず、引き続き火竜の攻撃を止めましょう。ここで増援からの邪気の暴走で試合終了まであるかな。序章の目が黒いうちは大丈夫。いざとなったら待機で無理やり守り。防具が待機じゃないんですけど。すみません、今のなしで。お、火竜が引いていくな。これは守ったか。このダメージを守ったというかは微妙ですが、なんとか試合は続くそうですね。よかったよかった。ただこれだけ好き放題やられて綺麗に変えられるのも悔しいな。確かに、ここはせめてもの抵抗の証として防画帳を懲らしめておきましょう。ほらワンちゃん、お家に帰りなさい。なんでこいつ犬になってんの。わかりませんが、ゴツトツコツがメカになっていることに比べたら些細なことです。対戦ワールドは不思議がいっぱい。その謎を解くために我々曹操軍は南蛮の奥地へ向かった。というわけで逆転目指して進軍します。契約はどうする。とりあえず急進一突か。もちろん数の有利を生かすためになるべく広がって進軍します。魚魚の縄文特攻で部隊を釣って壁や塗りでコツコツ稼いでいきたいな。広がりすぎて竜夫人が漏れちゃいましたね。上昇、もう少し右に動いてください。頑張れ魚魚、お前ならやれる。筋肉でこじ開けて進む。おっと、ここでお相手が先撃ち。カユーの邪気の暴走は超絶強化。ユイガドクソンの車輪版ですね。キレが切るほど強くなります。例によって一人切るだけでめちゃくちゃ強くなるが、残念、そこは序章の守備範囲だ。無駄な抵抗だというのに。運算ではなく無償の刑です。運算無償でもないぞ。効果は契約無効に加えて武力低下だぜ。これは急進を使わなくても押せるかな。温存して戦ってみます。さあまずは壁に一発。逆転するには竜夫人で2回、武士で1回、さらに内乱まで入れる必要があります。やりコンビは向上できそうにないし、曹操で武士をサポートしてやりたいが、なぜかゴリ押し乱戦しちゃってますね。旅長一人にさせないという優しさでしょうか。一人ぼっちは寂しいもんな。旅長はこう言っていますが、ここまで踏み込んでいてはもうダメです。逆転したすぎて無茶攻めしちゃったな。なんなら急進を打った方が良かったのかな。いや、それでも結局同じだったと思いますね。色差が軽微で済んだだけ良いと思いましょう。あ、色差ついてんのかこれ。色4で10も上がるのかやべえな。のろしと違って選んで切れるのも強いです。見かけによらず柔軟な動きができますね。結局逆転はできなかったか。何かの間違いで武士が殴ってくれるといいんですが。どういう間違いだよ。こういう間違いです。守りだけ考えればローテする必要はなかったのですが、次の攻めに備えてゴツトツコツを戻しておきたかったんでしょう。お相手も人間ということか。ゴツトツコツはメカだけど、何にしてもこの一発は大きいですよ。一発で逆転する差ですが、リードはリード。これがあるのとないと邪気の持ちようが違うからな。次のお相手の攻め、その次の私の攻めで試合が終わると考えると、今回削ったゲージ量が一つの目安になりますね。この後の主張をこれ以内で収めれば最後に逆転して勝てるということか。恐ろしいほどの川残量だが、あくまで目安ですよ。目安、そして主従のポイントは先ほどと同じ、かゆうとゴツコツコツです。あっさり逆転されちまったな。我慢には曹操じゃなくて序章出した方が良かったのでは。序章にはそれより大事な役目があります。ゴツコツコツ、お前の相手は総猛徳が務めよう。一気打ちきた。天の断りを知らんのか。武力は負けていて、お相手は勇猛持ち。やれるか。なあに大丈夫。子供の頃は地元で一番強かったんですよ。南蛮兵器難度には負けません。さあかかってこい。勝ったケロ。やるじゃん。この勝利も我が天命のうちを。南蛮に帰るんだな。お前にも家族がいるだろう。ゴツコツコツは追わずにかゆえとつぐるか。車輪発動までにどこまで削れるか。あとは何人切るかが問題ですね。2人切ると工場術か。
そして死ぬ。さてはお前、ヤガミイオリに憧れてるんだろ。イオリンはさておき、どうやら一人しか切らなかったようですね。工場術はなしか、ボーガ長を残したいとはなんだ。弾きで工場をサポートしたいのに加え、巨匠の無償を避けたかったんでしょうね。無償は最低武力を狙い撃つので、うまいこと重なってきてるな。だが、巨匠には通じませんよ。これでも暗いな。無駄な抵抗だというのに。この打ち方はよくやるので慣れました。カードを下に向けるのがポイントだな。巨匠、めちゃくちゃ役に立ってくれてますね。採用した甲斐がありました。実は七点八鬼猛角対策で前バージョンから入れてたんだよな。この猛角が下方で数を減らし、再び緊張攻守を入れる。予定だったんですが、代わりに相性抜群の加入が情報されたからな。猛角加入として現役続行してますね。そしてこの両方に刺さるのが助手ということで、結局助手は外せませんでしたと。そういうことです。まあ実際こうして活躍しているので良いでしょう。緩和9台、主場も済んだところでここからは最後の構成に移ります。予定通り序盤に削ったゲージの範囲内で主場を済ませられたな。まあ一気打ちは予定外でしたけどね。先ほどと同じ数の有利を生かしたいので限界まで広がります。おっと、お相手はここで契約か。無敵投稿ですね。守りにはうってつけの契約です。ついに本丸が動いたか。これ破実強化もあるんだよな。中段まで飛ばされて連環とか最悪だぞ。運さんもしっかりケアしてきましたね。ここからではとても届きません。時間的に戻ってる暇もないし、とりあえず休止のアウトか。無敵投稿は速度もむちゃくちゃ上がるので、当然迎撃できるんですが、ダメージカットのせいであんま入らないんだ。こんなに入らないんですか？無敵というだけありますね。武力での突破は無理と思って良いでしょう。ただし突進を裏は消せたな。そのおかげか横に弾いてもらえたぜ。ここから頑張って縄文に戻ると思うツボなので、弾かれた先で向上します。巨匠の縄文特攻は決まればもちろん強いんだが、毎回縄文を殴れるわけじゃないんだよな。この前の頂上対決に出てた巨匠は長槍速にでしたね。一応速にも持っているので、そのうち使ってみましょう。と、ここでお相手もホール発動。増援だったのか、攻めで使われなくてよかったな。加入の暴走は10カウントも続くので、増援を絡めて連打するのもありですね。3連打すると30カウントか、恐ろしいな。まあ今回はされなくてよかったですねということで、ここで犬を撃破、予想の工場ゲージが溜まります。入れば内乱と合わせて逆転できるぞ。お相手はもう一度、無敵投稿。右に来てくれれば無償で消せるんだけどな。来てくれないとは思いますが、念のため助手を左にスライドしておきます。そろそろ求心も切れるし、使う前に加入に落とされそうだな。ですね。ただここで内乱が入って逆転できました。助手の一発も入って安全圏かな。よかったよかった。おそらくゴツとコツでの縄文にワンチャンかけてくると思います。上昇を戻して主場しましょう。一発くらいは大丈夫だと思うが、まあ念のためな。最後に軽く余談、お相手のデッキにいる加入について、福祉部イラストコンテストの優勝作品なんだよな。実は原案だと加入ではなくゴツとツコツだったんですよ。そうなの？本実装で加入に転生したのか。転生したら加入だった件、ですね。関羽に切られる運命を乗り越え、何番の未来を変える物語か。運命が過酷すぎますね。何回繰り返せばいいんでしょうか。展開が思いつかんな、と。ここでお相手は最後のワンチャン、野獣ダメプラスゴツとツコツ縄文での逆転にかけてきたか。念のため中心でボディを固めておきます。が、本来は起床前に使った方がいいですよ。皆の者、力を見せよ。起床による武力ダメージを軽減できますから、まあ今回は届かなかったからよかったな。対戦、ありがとうございました。試合には関係ありませんが、今回から動画のフォーマットを変えてみました。RTA 風味だな。編集してる側は新鮮で楽しかったが、見ている側からもそうであることを祈ります。ご視聴、ありがとうございました。